白米白米のアミノ酸、スコア白米とは、玄米を精米した米のこと。精米、精白米とも言う。精米という語は精白することと共にできた白米の意味でも使われる。名前の通り、原料の玄米より白っぽく、透明感がある。大抵、メッシュとしたり、加工食品や、清酒の原料にもする。平成元年11月22日国税庁告示、第8号。 製種の製法品質表示基準を定める県により、以下の通り定められている。白米とは、農産物検査法により、3等以上に格付けされた、玄米またはこれに相当する玄米を精米したものを、いうものとする。澱粉以外の栄養素は擦り落とされた肺がと、ぬかそうに多く、肺乳のみの白米は、栄養的に偏っている。特にビタミン B1 に関しては、100g 中、 白米は0 0 7ラム、玄米は0 4ラムと白米は玄米の6分の1しかビタミン B1 が含まれていない。白米のみの食事は、かっけのようなビタミン B1 欠乏症をもたらす。米飯は、澱粉の割合が多いほど、食感に日本人好みの粘りがあり、両食見米は、タンパク質等の澱粉以外の成分がさらに少ない。古くは、薄でついた米を、 薄月米と呼んだ古代には女性が薄と綺を使って作業を行い大和朝廷の三宅には特に薄月き米部を置いたと伝えられている江戸時代庶民は雑穀や玄米を常食していたが上流階級は精米した白米を常食していたそのため当時の多くの著名人が活気を患っていたやがて水車小屋による精米技術の普及により江戸時代後期には江戸 大阪のような都市部、さらに明治以降には、地方の庶民層にまで白米を増殖する習慣が広まり、格ケが国民病とまで言われたことがある。当時はまだ格ケとビタミンの関係が知られておらず、白米は庶民の憧れであったことを背景に、1904から5年の日露戦争時には、陸軍が白米支給に固執し、陸軍学け3害を引き起こした。 国外への動員兵数100万人のうち、戦死4万6千人、戦傷15万人で25万人強の活気患者が発生した。この入院活気患者のうち2万7千人が死亡したとみられている。詳細は、日本の活気史を参照日本に栄養学を創設した最近よも、1930年の内務省衛生局、栄養と思考にて、三四郎の代わりで、 それは、白い米、白砂糖白い味付けの粉がそれであると問題にしていた。7分付き米を推奨した。日本では、精米して、白米と米ぬかに分け、それぞれ販売され利用されてきた。消費者への小売りでは白米であることが通常であるが、玄米も一定の需要があり、広く販売されている。精米後の白米は、皮を剥がれた状態であり、 日数の経過とともに酸化等により劣化していくので、少しずつ購入する方が新鮮である。低温貯蔵が、より望ましい。白米の栄養価 http コロンスラッシュスラッシュ www.nal.usda.gov スラッシュ fnic スラッシュ fodcomp スラッシュ search スラッシュ、タンパク質。アミノ酸の必要量風。fao。 UNU 合同専門協議会報告、日本アミノ酸学会寛いはやく出版、2009年5月。ISBN 978から42億6370万5681、砲役元プロテインアミノアシッドリークアイアマンツ、イン、ヒューマン・ヌートリション、レポート・オブ・エイジョイント・フー・ FAO、UNU エキスパート・コンサルテーション、2007。 陸軍将編、明治378年戦役陸軍衛生士、第二関東計、陸軍一等軍異性、西村文雄編著、軍医のみたる、日露戦争、山下正造、大貝森林太郎と、各っ紛争日本評論者、2008年、332から33ページ、内務省衛生局、栄養と、思考1930年、15から16ページ、 文部科学省、日本食品標準成分表2015年版、厚生労働省、日本人の食事摂取基準、ありがとうございます。